はい、どうもこんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、ビザラインペクレジットカードのポイント付与対象外項目に、キャリア決済が追加、ドコモ払い、au 簡単決済、ソフトバンク、まとめて支払いなどがということで、今回は久しぶりのビザラインペクレジットカードについてですね、この動画ではタイトル通りですね、ビザラインペクレジットカードのポイント付与の対象外項目が追加されていたということと、さらにプラスアルファの情報についてお伝えします。普段からですね、ビザラインペクレジットカードを利用されている方は必見ですので、ぜひ参考にしていただけ れればなと思いまますそれでも行ってみましょうまあ今回お伝えするこちらのね、ビザラインペアクレジットカードなんですけども、視聴者さんの中でもね、こちらはメインカードとして利用されている方はかなり多いんじゃないかなと思ってるんですが、こちらのね、クレジットカードの魅力的なところといえば、年会費無料なところでもあるんですけども、2022年の4月30日まで還元率が2%還元ということで、今ある年会費無料のカードの中でもかなり高い還元率のクレジットカードとして、 人気でございます。で、そのビザな隠蔽クレジットカードなんですけども、本日ね、僕のツイッターでもツイートしたんですけども、秘宝ということで、とあることがですね、ちょっと追加されておりました。まあ、実際何が追加されていたのかと言いますと、こちらね、ラインペイ公式ブログということで、ビザな隠蔽クレジットカードについての詳細の情報が出ているページではあるんですが、そのページを下に下がっていただくと、ここに FAQ のところで、どのような支払い方法がポイント還元の対象外になりますかという項目が出ております。いわゆる、このビザな隠蔽クレジットカードを使っても、 LINE ポイントが付与されないものの一覧のページがありますそれがこのポイント還元の対象外というところなんですがまあ、これまで通りですね電子マネーとかプリペイドカードウォレットサービスのチャージいわゆるそのモバイルスイカとかパスモとかビザラインペイクレジットカードを使ってチャージをしてもポイント付与の対象外これはねもともと決まってたものではあったんですけども今回のお題であるキャリア決済ですねそれがなんとねここに追加がされてたんですよねまあ、僕のチャンネルの過去動画で視聴者さんからいくつかちょっとコメントいただいてはいたんですけどもなんか 正式にはですねなかなかちょっと情報が出てなかったんですよねでそれがですね僕が本日このページを見た時にこのキャリア決済ドコモ払い au 簡単決済そしてソフトバンクまとめて支払いなどって書いてるんですよねなどっていう <laughs> なので基本的にはこのキャリア決済関連に関したらラインポイントが付与されないというものになりますいや正直ねいつか来るであろうというふうに思っていたところだったんですけどもそれがねまさかこのタイミングで掲載がされているということでございましたで、ね ですね、今お伝えした中で絶対こう思った方いらっしゃると思うんですよ。そもそもなぜキャリア決済が対象外になって非法なのって思った方いらっしゃると思うんですよね。まあ、せっかくなので今後の対策も踏まえてお伝えできればと思うんですけども、まあ、例えばなんですが、こちらの PayPay ペイペイがすごいわかりやすいんですけども、例えばこの PayPay ペイペイを使って、 普通にね、リアルな店舗、飲食店でもいいですし、コンビニとかでもどこでもいいんですけども、ペイペイで決済すると。そういった場合の還元率っていうのが、0.5%から1.5%でペイペイで決済することができます。まあ、ペイの残高払いとかですね。この0.5%から1.5%っていうのは、ペイペイステップって言って、還元率をアップできる特典があるんですけども、 ま、基本的には、特に何もせず、普通に PayPay ペイペイで決済しても0.5%なので、それはそれで結構お得なんですよね。で、そこで出てくるのは今回のキャリア決済ですね。僕の場合でちょっと例に出したいと思うんですけども、僕普段ワンモバイルを使ってます。で、そこの支払い元にビザ、Visa Line Pay クレジットカードを設定します。これ VLPC って書いてるんですけども、これ Visa Line Pay クレジットカードの略でございます。こうなった場合の例なんですけども、PayPay ペイペイにですね、ソフトバンク、ワンモバイルまとめて支払いっていうチャージ方法があるんですけども、それを を使ってペイペイにチャージをしますそうした場合、なんとですね、このチャージをすることによって、ビザラインペクレジットカードの2%のラインポイントが還元されてたんですよね。なので、このペイペイステップの0.5%だけでも合わせて、実質2.5%でずっとお買い物ができてたという状況だったんですよ。ですけども、今回の発表によって、キャリア決済が対象外になったということでございますので、このビザラインペクレジットカードの2%を受け取ることができなくなるということなんですよね。正直ね、 これは結構個人的にショックでございます。なのでここにね、違うクレジットカードを当てればそれはそれで OK なんですけども、やっぱりね、還元率が高いクレジットカードを設定したいということころがあるので、ちょっと痛いですよね。なのでですね、まとめて支払いでこれまでチャージをされてた方はですね、ポイントが付与されませんので、ここだけ注意してください。僕はちょっとこのタイミングでこのページを見たので気づいたんですけども、おそらくどのタイミングでね、 対象外にななななったかかどどうはは明確ででいんすすすがるるべく早く早ね別のクレジットカードをを設定することをお勧めしますちなみにですね、画面遷維見ていただきたいと思うんですが、これ PayPay ペペのね、いつもの画面からこのチャージっていうところをタップすると、こんな風にですね、チャージする方法として、ここにソフトバンクワインボイルまとめて支払いっていうのが出てきます。なので、この状態でチャージをすれば先ほどのチャージ方法が成立するということですので、まだ知らなかった方はですね、参考にしていただければと思います。ちなみにですね、僕と同じワインボイルを使われている方はですね、支払い 方法の変更めちゃくちゃ簡単にできるんですけども右上のメニューをタップしたらですねメニューがずらりと出てきますその中に料金案内という項目があるのでこの料金案内をタップすると ここの支払い方法変更をタップしますそしたらですねここに今現在僕が設定している支払い方法クレジットカードが出てきましてこの画面を下に下がっていただいてこの次をタップしたらここでですねクレジットカードの変更されたい方は情報を入力してねこのまま進んでいただければクレジットカード変更することができますのでここでビザの隠蔽クレジットカード設定されている方はなるべく早くね設定変更することをお勧めしますでこの内容を踏まえてなんですけどもまあ、今後どんなカードですねもしキャリア決済として利用されている方いらっしゃ だったらですね設定した方がいいのかっていうところなんですけどもこれはもうご自身が持っている還元率の高いクレジットカードを設定することをお勧めしますまあ、せっかくなんで3パターンですねこんなクレジットカードがいいですよということで 三パターン出したいと思うんですけども、まず一つ目は、三井住友ナンバーレスのゴールドカード。その中でも、100万円修行中の方ということですね。ま、すでにね、ナンバーレスゴールドを利用されている方はもうご存知かと思うんですけども、三井住友ナンバーレス二種類あって、この右側のゴールドカードですね。その100万円修行というのがですね、ここにちょっと小さく出てるんですが、年間100万円の利用で、翌年以降ですね、なんと、永年無料の年会費になっちゃうんですよね。これやばいですよね。100万円まで到達するために、 まて支払い使われてる方はですね結構いいタイミングで使えるかなと思いますしかもですね継続得点として毎年年間100万利用することによって1万ポイントが還元されるんでこの2つのね得点をゲットするためにもまあ、今回のまとめて支払いを使ってみるのも結構ありかなと思いますまあ、他にもね空港ランジが無料で使えたりとかもするのでかなりね魅力的なクレジットカードの一つではありますまあ、ですけどもこの三井住友ナンバーレスゴールドカードに関しては通常の還元率がですね0.5%還元となりますのでまとめて支払い をしてててもチャージするるとととにに0.5%還元いいいうことになるんでそこなでそだだけ気をつけ気つおいてください続きまして、二つ目のカードなんですけども、こちら、楽天カードということで、もこちらもね、説明なくても、ほとんどの方が知ってるかと思うんですが、こちらの楽天カードですね、通常のショッピング還元率っていうのが1%還元と、普通のクレジットカードの中では結構いい方に入ると思いますんで、もしね、持ってる方はクレジットカード、楽天カード当ててもいいと思います。で、三つ目は AUPay カードということでね、これはね、ポンタポイントは集めたい方おすすめのクレジットカードだと思うんですけども、 こちらの AUP カードも通常の還元率1%還元ですので、まあ Y モバイルとかソフトバンクとか、まあキャリア決済の支払い元に当ててもいいかなと思います。まあ、一応ね、こちら3枚紹介したところではあるんですが、一番いいのはご自身が持ってる還元率の高いクリストカードを設定することをお勧めします。で、ちなみになんですけども、今回ですね、もう一つ秘宝がありまして、これですね、ちょっとツイッターから情報をいただきまして、これが本当かどうかちょっと微妙なとこではあるんですが、若干ですね、厳しくなりつつあるような ことなんですが、それが何なのかと言いますと、このビザラインペイクレジットカードを使って、 スマホ決済、ミクシーが提供するスマホ決済の 6g ってあると思うんですが、普段ですね、この 6g を使うときに多いのが、この Apple Pay を使って、モバイル Suica にチャージをするっていう方が中にはいらっしゃったと思うんですよね。以前僕も動画で紹介したことがあったと思うんですが、で、これをすることによって、ビザラインペイクリストカードの2%分の LINE ポイントが付与されてたっていうのは、ここまでは OK だと思うんですよ。ですけども、なんとですね、Twitter を見る限り、この LINE ポイントがですね、付与されてないっていうツイートを ちら,ほらと拝見しましまたちょっとですね、僕自身が検証してないので、定かではないんですけども、おそらく今現在ちょっと厳しいような状況ではあるので、もしね、このルートでチャージをされてた方がいらっしゃったらですね、少し控える方がいいかなと思います。で、もしですね、検証済みの方いらっしゃったらコメントいただければ嬉しいです。やっぱりラインポイント付与されませんでしたよとか、ちょっと今厳しそうですね、みたいなコメントあると、めちゃくちゃありがたいです。なのでね、今回の内容を踏まえて、僕は 6g にチャージする 際なんですけどもこの JQ エポスゴールドカードというものがあるんですがこれがかなり優秀でございまして選べるポイントアップショップっていうのがあるんですよね3つまで選択することができるんですがその3つ選択することによって通常の還元率が0.5%還元なんですけどもそれを3倍まで上げることができますその中にミクシーがですね選択することができるんですが他にもね吸収電力とかいろいろあるんですけどもミクシーを選択するとこの JQ エポスゴールドカードを使って 6g にチャージすることによって1.5% 分のね還元を受けることができますちょっと何言ってるのか分かんないという方がいらっしゃったらですね、以前僕こちらの動画で JQ エポスゴールドカードについての解説をしてますので、 もしね、気になる方いらっしゃれば概要欄にリンク貼っておきますんで、見ていただければと思います。かなり優秀なね、クレジットカードでございます。なので僕はね、一応このルートを使って、今後はちょっとチャージをしようかなっていうふうに思ってます。で、ではですね、今日お伝えしたことを3つにまとめると、ビザの隠蔽クレジットカードのポイント付与対象外項目に、キャリア決済がいつの間にか追加がされてましたよ、と。その中でも、ドコモ払いであったりとか、au 簡単決済、ソフトバンクまとめて支払いなどということですので、まあこの中にね、などと書いてるんで、ワインモイルもね、 おそらく含まれておりますので、もしね、利用されている方は変更することをお勧めします。次、二つ目は、一応先ほどね、例にも出させていただきました、ソフトバンク、マインバイルまとめて支払いで、ビザラインペイクジットカードを設定されている方はですね、先ほどの方法を使って、別のクレジットカードに設定することをお勧めします。一応ね、ワインバイルの方法なので、他の方法がちょっと僕わかんないんですけども、とりあえずね、ワインバイルの方がいらっしゃれば、先ほどの方法を使って変更してみてください。で、最後三つ目は先ほどもお伝えしたように、もしかするとですね、 障害の可能性もありますのでもしねこれまで通り Apple Pay を使ったりとかしてチャージをされてた方がいらっしゃったらですねもしかするとポイントが付与されない可能性もありますのでそこは気をつけておいてくださいまあそんなこんなで今回はビザラインペイクレジットカードのポイント付与対象外項目が増えてましたよということについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたまあ、今回たまたまねラインペイブログ公式のブログを見て気づいたのでこれ誰かが気づかなかったらずっとねそのままの状態だったような可能性もありますよね できればこういったことはね、公式のツイッターとかで何かしらツイートしてくれればね、めちゃくちゃ嬉しいんですけどね。 で、先ほどお伝えした6グラムに関して検証されている方がいらっしゃればですね、ぜひコメントいただければと思いますし、今回お伝えさせていただいた Visa9 でクリジットカードのチャージ方法はこの方法がいいですよとか、まあそういったものもあればですね、そちらもコメントいただければと思います。そして今回参照させていただいた公式のリンク、そして僕が過去解説をした JQ エポスゴールドカードのリンクも概要欄に貼っておきますんで、またね、詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です ご視聴どうもありがとうございました。